いやー、本当な。え、今日はね、参っちゃった。さっき警察捕まっちゃってな。射程上がりでな。今日はね、電話相談とか言ってね。かかってくるらしいんだけど。なんだ電話相談って。俺にかけてどうするっていう話なんだけどな。電話したってしょうがないだろうな。まあ、それにしてもね、さっき刺しちゃったからね、これでね。ブス、ブスって言ってな。刺しちゃいけないね。これ、警察からもらったんだよ、これ。すげえだろ？かっこいいだろ？あ？まあ本当にこんな世の中だからね。なんだ？これ着信音なんだな。なかなか言っちゃうね。はい、もしもし。もしもし。なんだと思う？なんだお前は。あ、こんにちは、どうも。あ、聞こえてると電話相談ってなんだ、何何あ、何聞こえ、何何ていうか分かんないよ、何聞こえてますか、はい、聞こえてると、お前なんで俺の電話番号知ってんだよ。パッとま、え？何？私のこと好きですか？私のこと覚えてますか？ん？お前誰だお前。その声お前覚えてるな。もしかして、確か、2年前ぐらいに、もしかして、引きこもり男じゃねえか、お前。おう、元気してるか、お前。なんだ、お前、元気したのか。知らない人は、あれだろうけどね、引きこもり男っていうのは、あれなんだよな。結構、今年30いったのか、あれからもう、あ、30、ああ、おお、そうか、激したか、引きこもってて、それでまあいろいろパチンコとかに お金使ったんだよな。そんでちょっと中学校時代にまあ学生時代にいじめを食らって、それから引きこもりがちになっちゃって、でちょっと気が病んでたって、精神安定剤を飲んでたんだっけ？あれからどうだったんだ？今就職してる？就職して結婚？営業？営業やってんの？うわー、よかったな。おめでとう。なに、あれから何、就職したの？活動できたの？え？よかったな、お前。え？あ、俺に出会えてよかったって？よかったなぁ。あれ、お前、母ちゃんできたか？母ちゃんで、奥さんできたの？ん？結婚できた？よかったなぁ。なぁ、いじめもあったけど、やっぱり人生いろいろあったけど、結婚できたなぁ。あ？あ？今楽しい。今日は日曜日だけど、何やってんの今日は。何？子供？遊園地？
ごめんな、何ってかかる。何何？どこ行ってんの？風俗？ な、何言ってんの？わかんねえよ、このバカ野郎。何言ってんだよ。はっきり喋ろよ、お前。何何？てめえ、相変わらずお前あれだな、面白いやつだな、お前。お前あれから風俗とかキャバクラ行ったか、俺が助言したように。あ、行ったんだろ、行ってきた。行った風俗行ってきたのかっつうの。行ってきた。そっか、ああ、よかったな。で、じゃあ今何やってんだって。今に日曜え布団寝てる、遊園地。どこ車の中、セックス？え？何言ってるか分かんねえ。何言ってるか分かんねえんだよ、お前。え？抱かれてる？ね、もう一回、もう一回、あ、うち、え？はみ出てる？何出てる？ねじれてる？まあなんかやってんだろうな。元気そうでよかったよ。じゃあよかったな、本当にな。じゃあ今日は何、奥さんとどっか出かけんの、今から。じゃあ上がったよ、デメコネ。デメ、早く奥さんと、ね、子供できたの？子作りしてる？あ、子作りしてるんだって。よかったね。ようやく子作りして、どうにかやってんだな。いや、今日は何、ディズニーランドでも行くのかな？ちょっと行く。行ってる？行ってんの、今。言ってんのかよ。言ってるか言ってないか。言ってんだろ。言ってることに設定してろよ、お前。あ？てめえ、あのチンポ勃起してっか、今。勃起してる。なんだよ。勃起してんだろ、お前。女のマコも濡れてんじゃないの？あ？やってんの、もしかして、セックス。何？やってる。やってんのな？やってない。やってます？あ、やってるんだって。今、セックス中だって。でもよく、お前、幸せでよかったな。お前、すぐチップ、すぐ出ちゃうの？お前。あ、そうか。
でもまあ、でも就職できてね、今のご時世ね、正社員になれて、でも引きこもってたって、引きこもりがっていうね、ことがあったって、仕事ができてさ、今こうやってこう、生活が円満になったっていうのはすごいな。それはやっぱり、自分の力だと思わないか？な、人生、楽あり、楽ありは食って、食ありって言うけどな、いろんな人生があるけど、お前のな、勇気ある、動画でな、みんな勇気づけられたみたいだぞ。よかったな。じゃあまた電話してくれよな。うん。いやー、ありがとな。うん。わかった。ちょっと話が、ね、あれだったな。あ、じゃあな。元気でよ。うん。セックスしてろよ。じゃあな。ということで、今日はこんな感じで、ミスターハットマンは、終わりということで、2年前のね、引きこもり男にインタビューの、あの男が就職して、結婚して、今は幸せになってるっていうことだったな。ポイチ、よかったな、幸あれ、ポイチ。